旧市民球場跡地はにぎわいスポットとして生まれ変わり、今日オープンしました。旧市民球場跡地にオープンした広島ゲートパーク、にぎわいの市民公園へをコンセプトに、園内には展示会や物販などを行うイベント広場のほか、中四国初出店を含む16店舗の商業施設が入っています。また原爆ドームに続くおよそ190メートルの散歩道は、一部に路面電車の被爆式石が使われるなど、平和の尊さを国内外に発信していく場となっています。そしていよいよオープンしました。多くの人たちが会場内へと入っていきます。園内は多くの人でにぎわい、食べたり遊んだりするのを楽しみたいです。園内は多くの人でにぎわい、広島初出店のパンケーキ店はすでに2時間待ちとなっていました。一応入れそうなぐらいなんで、楽しみに今待ってます。年間を通じたイベントもありますので、皆さん来ていただいてできることを探していただきたい、そういう公園にしたいなというふうに思ってます。新スポット広島ゲートパークは年間100万人以上の来場を見込みます。